村上協業は、平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけての武将、御家人。生は源氏より木り流。源のため国の子。兄弟に、源の同姓、村上元国、源、宗座ネ、村上申告、源おもんみ国、与野部、源宗のぶらがあり。子に、村上頼時、村上中森、村上頼住、村上行、県。 村上常光らがある。室は、源の頼政城など。署名は民国。下には、十四位下、右馬之助、ケビー氏、左衛門之城、中塚佐賢大助。品の村上氏の一族として、兄弟等と共に御家人となる。文字元年十月の勝長巡楽景供養には、この来寺と共に参列しているほか、翌十一月には、全事業なる弟が、 平時味を捕獲した。以後、研究元年11月の源の頼朝の上落や、同5年12月の永福寺薬師堂落慶供養、同6年3月の東大寺三景などに随行しているが、いずれも文様とされた源頼金や大内これ吉らに次いで頼朝に近い列に加わっており、御家人内での地位は低いものではなかったことが伺える。尊文脈の記述によれば、 源の頼政の娘婿となっていたとされる。また同社における寄木与流の系譜には混乱が見られるが、村上氏の着流は、兄弟の安信の家系が継承したとされ、広大協業の子孫は着流から外れ、八代市などを称したという。ありがとうございます。